こんにちは。フルート&ミュージカル創造者の斉藤舞香です。今週は恋のぼりをお届けしております。今日はゲイフルート、アイビーのゲイフルートでお届けしております。で、登竜門の話とかいろいろね、昨日はね、オリンピックカラーの話から始まり、恋のぼりがカラフルになったお話をしておりましたが、江戸時代の恋のぼりってもうとても質素なものだったっていう話もちらっとしておりましたが、江戸時代の恋のぼりはね、紙でできてたんですよね。で、和紙とは言っても、普通のね、紙に比べて確かに丈夫ではあるんですけども、雨が降ると大変 で雨をはじくこう油を塗ったりいろいろ加工してるんですけども、そう長く持つものではなかったと言われています。それを考えるとね、今は本当にポリエステルで丈夫で安くて軽くてとよくね、風になびいてくれる、で色の発色もいいっていうね、いい素材がたくさんあってね、で、比較的安価で買いましたが、その当時はやっぱりね、ちょっと高価なものだったりなんかしたそうです。で、面白いなと思ったのが、登竜門ってほら、滝を鯉が登っていって竜になったっていう話があるわけなんですけども、これを模したおもちゃがね、江戸時代にあったんですって。なんかね、今でもあったら欲しいなって私は思っちゃったりするんですけど、あるのかしら。ちょっとAmazonとかで探してみますか。これ終わった後でちょっと探してみますのでね、もしあったら明日の動画でね、お話ししますね。それでは皆様、またね。